ペレットストーブ専門店西向川市ペレットマン群馬です。で、昨日に続きまして晴れたいい朝を迎えました。明日は一昨日現場確認をいたしました草津温泉のお客様のストーブエディルカミンのポイントの設置になります。2階での設置ということで、本体の搬入はどんな風になるのかなということで現状したわけですけども、なんとかなりそうな、まあ、ならないところもありますけども、感じになりますので、その様子もですねまたお伝えをいただければというふうに思います。ペレットストーブ、薪ストーブ、メンテナンス、ストーブ設置に関するお問い合わせ何かございましたら渋川市ペレットマン群馬までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。